Audio Jungle。プリゴジン氏の過去動画に反響。ロシアは大惨事に瀕している。墜落死したとみられるロシア民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏の短いインタビュー動画が公開された。国に嘘をつくなら殺された方がマシといった趣旨の発言や飛行機の崩壊という表現を使っており、反響を呼んでいる。40秒の動画はロシアの軍事ブロガーとのインタビューの一部で、4月29日に公表されていたものがテレグラムのワグネルのチャンネルグレイゾーンで公開された。インタビューでプリゴジン氏はロシアは大惨事に瀕していると指摘。国防を支配している層が上にゴマをするのを良しとしない誠実なものを徐々に排除していることを理由に挙げた。今や我慢の限界だ。なぜ正直に話しているかというと、この国で生きていく人々の前でそうする権利がないからだ。彼らは騙されている。私を殺した方がいい、と語った。さらに、しかし私は嘘をつくつもりはない。ロシアは大惨事に瀕していると正直に言わなければならない。手を打たないと飛行機は空中分解してしまうだろう、と述べた。公開後数時間で多くのコメントが寄せられ、プリゴジン氏が自分の運命を予感していたとか、今も生きているといった声があった。謀殺、プリゴジン氏が墓から復讐。プーチン大統領の暗部暴露か。ワグネルに存在する死後活動の行動計画とは。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏らが搭乗したとみられる小型機の墜落を受け、不穏な空気が漂っている。プリゴジン氏らの死亡が確認された際に発動する行動計画が存在すると親ロ派メディアが伝えた。ウラジーミル・プーチン大統領の秘密を暴露するとの見方もある。墓の向こうからの復讐が始まるのか。親ロ派メディア、リードフカによると、プリゴジン氏は常に前線に立ち、命のリスクにさらされていることから、ワグネルは幹部が死亡した際の対応策を定めていたという。今回の小型機墜落で死亡したとされるプリゴジン氏と共同創設者ドミトリー・ウトキン氏の名前を挙げ、二人の死亡が確認されれば、アルゴリズム、手順は直ちに開始されると伝えている。計画の具体的な内容は不明だが、プラン B、プラン C などが存在する可能性もある。A 氏など複数のメディアは、ロシアの人権活動家、ウラジーミル・オセチキン氏周辺の情報として、ワグネル側がプーチン氏個人の評判を貶めるような機密情報を漏洩させる計画を示唆していると伝えた。プーチンの料理人と呼ばれたプリゴジン氏は、プーチン氏の表も裏も知り尽くしているとみられ、暗部が暴かれる可能性もある。墓の向こうから復讐するつもりだと見出しを掲げた A デイリーエクスプレス紙電子版は、漏洩が現実になればプーチン大統領だけでなく、ロシアの政治情勢により広く影響を及ぼす可能性があるとした。一方、ウクライナ側で戦うロシアの反体制派武装組織は、ワグネルに報復を促している。ロイター通信によると、ロシア義勇軍の司令官は、ワグネルの兵士ら向けの動画を投稿。ロシア国防省の番犬として働くか、報復するのか、真剣に選ぶ時が来たと強調し、報復するにはウクライナ側に寝返る必要があると呼びかけた。米国防総省のライダー報道官は24日の記者会見で、プリゴジン氏に注目が集まっているが、真の脅威は組織だと述べた。中村名誉教授、ベラルーシにいる戦闘員の動きも注視。筑波大学の中村逸郎名誉教授は、
行動計画はプリゴジン氏が国防省批判を始めた昨年の時点で存在していた可能性もある。ロシアでは追悼集会が予定されているとの情報もあり、一般市民も巻き込みつつ、プーチン政権への非難や打倒の動きが強まると予想される。ベラルーシにいるワグネル戦闘員の動きも注視されると語った。プリゴジンの死、スロビキン解任でプーチン独裁体制はより強固に。昨年2月24日のウクライナ侵攻から1年半が経過した。しかし戦場では激戦が続いており、停戦の見通しは全く立たない状況である。そのような中で23日、ワグネルの創始者エフゲニー・プリゴジンの自家用機が墜落し、搭乗していたプリゴジンが死去した。その1日前にはプリゴジンと親しいセルゲイ・スロビキン上級大将が航空宇宙軍の司令官を解任されている。ロシアでは今何が起こっているのか。プリゴジンの不可解な死。8月23日、ロシア非常事態省は、モスクワからサンクトペテルブルクに向かっていたプリゴジン所有のジェット機が、北西部のトベリ州で墜落したと発表した。乗客7人超と乗員3名が搭乗しており、乗客名簿にはプリゴジンの名前もあったという。しかし、本当にプリゴジンが搭乗していたかどうかは、検視により身元が確認されるまでは不明である。名簿に嘘を記載して、実際はどこかで生きている可能性もある。ロシアの航空当局は、プリゴジンの死亡を確認したというが、死亡した乗客には、ワグネルの共同創設者、ドミトリー・ウトキンも含まれているという。ワグネルのトップ2人が同じ飛行機に乗るような行動は避けるはずであり、それもプリゴジンが搭乗していなかったという説の根拠となっている。事故の原因は不明であるが、墜落していく様子を動画で見れば、エンジントラブルなどの機体機材の故障によるものではなく、爆発物によるものと思われる。離陸直前に箱詰めされた高級ワインが積み込まれたという話もある。それに時限爆弾が仕掛けられていた可能性もある。事故直後に民間の目撃者が撮影したという墜落の様子を映した映像がロシアの国営テレビで流されており、その迅速さには驚かざるを得ない。事前に墜落することを知っていたかのようである。6月24日のワグネルの反乱から2ヶ月、プーチンが満を持して処刑したというのが私の判断である。もちろん本当に何らかの機体トラブルによる事故である可能性がゼロではないが、暗殺と考える方が妥当である。事故を装って政敵を排除するのは KGB ソ連国家保安委員会、現在のロシア連邦保安庁 FSB の前身の常套手段である。プーチンは、リヒャルト・ゾルゲのようなスパイに憧れて KGB に就職し、そこでキャリアを積んできた人物である。骨の髄まで KGB の手法が染み込んでいる。事故を装って敵を粛清するのは常套手段である。24日、プーチンは、ドネツク州の親ロシア派のプシリン代表との会談の中で、プリゴジンらワグネル幹部の飛行機墜落事故死について哀悼の意を表した。プリゴジンについて、人生で重大な過ちを犯したが、私の求めには必要な結果も達成したと述べ、その死亡を確認した。裏切り者は粛清する。プーチンは、裏切りだけは絶対に許さないと日頃から信念を語っており、プリゴジンについても同様である。ただ、プーチンは恐怖による威嚇だけでは失敗するということをスターリン時代の教訓としており、今回も綿密に計算してワグネルの反乱に対処したのである。一定の期間、プリゴジンに行動の自由を許しておいたのも、ロシア国民の中のプリゴジン支持層の離反を阻止するためであり、また、そうした方が暗殺を実行する機会が増える。
射殺したり、食べ物に毒物を混入させたり、放射性物質を飲ませたりすると証拠が残る。軍部の粛清。22日、ロシアの有力紙 RBC は、プリゴジンの盟友で6月のワグネルの乱以降、消息が不明であったスロビキン上級大将が、航空宇宙軍司令官、そしてウクライナ特別作戦の副司令官を解任されたと伝えた。本人は短期の休暇中だという。スロビキンはプリゴジンの反乱に裏で協力したとみられている。航空宇宙軍参謀長のビクトル・アフザロス大将が司令官代理を務める。この人事でも裏切り者は絶対に許さないというプーチンの信念が貫徹されている。